松田学ですニュース解説え毎週お届けしておりますウクライナ・パレスチナ情勢、今回はあの最後の方でで東アジア周辺の軍事情勢もちょっと合わせてお話ししたいと思いますしまたあの、原爆投下についてのアメリカがです、ね、これ正当化する、えー、あの連邦議会で出ているとこれ、どう考えるかという話も最後に、まあ、一連の戦争というテーマで,です、ね、お話をしたいと思います。 まずウクライナ情勢ですがウクライナ東部ハルキウというところでロシア軍の攻勢がついているというニュースがありますね、えー、北から国境を越えて侵入したロシア軍の部隊の攻勢がついているということで、えー、どうもロシアの攻勢がすごく今激しくなっているというニュースがあるわけですね、えー、ゼレンスキー大統領は5月11日東部ハルキウ州北部の7つの集落で戦闘がついていることを明らかにしているということです ハルキウ州の北部からは多くの住民が避難しているということです。で、国境周辺の地域では戦闘が激しさを増していると、ゼレンスキー大統領はロシア軍による国境を越えた侵入にはです、ね、ウクライナ軍の戦力を分散させる狙いがあると警戒感を強めているということです。 ハルキウ州ではロシア国防省がです、ね、5月12日さらに4つの集落を掌握したとも発表していますさらに掌握した集落はその後も増えているんじゃないかなというふうに思いますね。でこうした中ゼレンスキー大統領は5月12日にハルキウ州に加えて東部ドネツク州でも複数の前線で激しい戦闘が続いているとして 困難な状況だとととの認識を示したということです一方ハルキウ州と国境を接するロシア西部のベルゴロド州ロシアの方ですね、の知事が5月12日州都ベルゴロド市にある10階建ての集合住宅にウクライナによる砲撃があったと少なくとも8人が死亡したと発表しているということでどうもロシアに対するウクライナの攻撃もあるということですね。 えー、でこれに対してウクライナ側は関与を否定していましてウクライナへのさらなる攻撃を正当化するための挑発行為とみられると指摘しているということです、えー、そしてです、ね、このロシア軍はもう犠牲をいとわない攻撃手法だという見出しの記事があります、えー、ロシア軍は5月4日に国境を越えてウクライナ北東部の戦線を開いたと。 犠牲をいとわない攻撃手法でロシア国防省は5月13日までに少なくとも、まあ、先ほどから増えました9つの集落を制圧したと発表しているということです、えー、ハルキウ州の知事は5月13日住民約6000人弱が自宅などを離れ避難したと明らかにした、まあ、この数字もさらに増えている可能性がありますね、えーまあ、攻撃が本格化しているということなんですがそして一方でウクライナ側でこのロシアからのミサイル迎撃 迎撃できている割合が大きく低下しているというこういうニュースがありますウォールストリートジャーナルは5月13日ウクライナ軍がロシアによるミサイル攻撃を迎撃する割合が大きく低下してきていると指摘したと具体的には過去6ヶ月間でウクライナが迎撃した割合は46%その前の6ヶ月間は実は73%だったんですだから27ポイント下がっているということでそして 今年4月の迎撃率は30%まで下がっているということで、迎撃用のミサイルなど、アメリカの軍事支援が滞っていたことが背景にあるというふうに、ウォール・ストリート・ジャーナルは述べてい,ますいるそうですで。アメリカの支援が今回再開すると、まあ、予算も通っているですね。いうことで、今後こうした状況が改善されるかどうかが焦点となっていると報道されています。でそんな中で、アメリカのブリンケン国務長官が5月14日、 ウクライナの首都キエフに到着しましてゼレンスキー大統領と会談したということです。で、会談の冒頭でゼレンスキー大統領はアメリカが軍事支援を4月に再開させたことについて極めて重要だと謝意を示したということです。まあ、予算が成立したということですね。で、防空システムがさらに必要だと伝えたということです。で、これに対しブリンケン長官は軍事支援はすでに届いたものもありさらに多くの支援が届くとした上で 戦場で続くロシア軍の攻勢に対しこれで状況は大きく変わるというふうに楽観的な見通しを述べていましてまあ支援が再開したんで戦況を変えられるというふうに強調したということですまあ果たしてどうなるかですがでロシアの大統領府はこれについてウクライナのブリンケン長官の訪問についてペスコフ報道官がこう述べていましてブリンケン氏がキエフに到着,到着したことは知っている。 併せてウクライナでの特別軍事作戦についてウクライナだけでなくヨーロッパ各国やアメリカが神経質になっていることも承知しているということでですね,、えー、まあねそんなに気にしてないぞということなんですが、まあ、これも以前に、えー、このコメントしたように矢野義明さんがおっしゃっていたように、まあ予,算えー、予算が通って支援が再開したとしてもですね武器が到着してもこれを扱う兵士が不足しているとい訓練も必要だという中でなかなかすぐにですね 効果を発揮するものじゃないんじゃないかという見方もありますので、まあ支援が再開しても、選挙が本当に大きく転換するのかどうかですね。こちらのちょっと疑問な面も、なきしも話すですね。さて、今度はロシア国内での動きで、これを大きくメディアでも報道されていました、国防大臣が交代するということですね。ロシアのプーチン大統領は5月12日、国防省を務めてきたショイグ氏を交代させ、第一副首相を務めてきた ベロウソフ氏、ベロウソさんという方を公認に当てる考えを示したとで、これについて、これはアメリカのシンクタンク、戦争研究所の言っていることなので、えー、ちょっとねあの、前提で申しますと、ベロウソフ氏の氏がです、ね、経済閣僚を務めてきたことに加えて、国内の軍需産業を刷新させたり、無人機のプロジェクトに関わったりしてきた経歴があるということで、苦境にあるロシア国防省を率いるにふさわしいと、まあ、そこで苦境にあるというのは本当なのか分かんないですが でその上で戦争研究情報を言ってましてプーチン大統領がロシア経済と軍需産業を動員してウクライナでの長期戦に臨み場合によっては将来的な NATO との衝突にも備えるための重要な一手を打っていることを示唆していると指摘しているということです。あのもうこれねあの戦争研究所は煽ってますからね NATO と衝像することに備えてのことなんだというふうにもうちょっと飛躍しているような感じがしますけどもですね。 日本の防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事がこの人事についてこんなコメントを出していますね、非軍人、軍人ではない経済専門家を国防大臣に据えることで政権内の経済エリートが軍事エリートを牛耳るという新たな人事の構図になったと、過去10年間で国防安全保障関連の人事で一番大きな変化ではないかと。 この背景についてはですね今プーチン大統領は国家予算の大半を戦争に費やす戦時経済体制を強化しようとしているのでより軍事と経済の連携融合を図りながらあ戦場で効果的な戦闘を目指そうとしているということでこれは3年目に入ったウクライナへの侵攻がさらに長期化することを見据えた人事実だと分析しているということですまたショイグ氏が国防大臣から外されたことについてはですね 4月に、どうも側近の国防次官が、収賄の疑いで逮捕されたことも影響している可能性もあると。プーチン大統領としても、この戦闘で大きな戦果が出てこない軍の制服組に対し、人心一心を図って、新たな布陣で今後の戦闘に臨むという姿勢を見せたのではないかと述べたと。えー、まあ、それは本当なのかなと思いますけどね。ただ、ただ、えー、さらにこのコメントを続けますと、ただ、ショイグ氏が新たに任命されたのが、国家安全保障の初期に、 なったんですねこれ昇格でもあるんですよねで、これはプーチン大統領が議長を務める政権中枢の養殖です長年の盟友であり簡単に切り捨てるということではなく引き続きプーチン大統領のすぐそばに置いておくということだとしているということですそしてロシア軍への影響については軍人の指揮低下という恐れもある経済専門家が大臣になることを政府組からすると必ずしも好ましく思っていないところがあると でそうした否定的な影響が出るのかどうか注目していく必要があると述べたということです。で、一方、この兵道さんはさらにですね、安全保障会議の初期の,初期の職を外れるパトルシェフ、このパョトルシェフさんって方も、まあ、このコーナーで時々名前が出てた大物なんですが、この方は、むしろパストルシェフ氏の職がどうなるのかの方が実は気になると。 クレムリンの中でインゼンタル影響力を有してきた人物で、このポストから外れたことがどういう意味を持つのか、注視する必要があると、えー。また今回、ウクライナ侵攻を指揮するゲラシモフ参謀総長が留任となりまして、軍事面、特に戦闘面で大きな変化はないと。えーまあ、誰が参謀総長でも 戦闘面で大きな変化があるよ、よ誰が変わったからあるもんではないと思いますけどね。で、ウクライナ侵攻で今後もロシア軍は東部などへの攻勢を強めるだろうという見方を示したということです。えー、そしてあのこの、えー、このですね、えー、このパトリシェフさんの話、あとで出てきます。で、あのプーチン大統領が国防大臣への起用を発表したベロウソフ氏が議会の公聴会に出席しまして。 ロシアの議会の公聴会に出席しまして、ウクライナでの軍事作戦に参加するロシア兵の待遇改善に努めるという考え方を強調したそうです。経済の専門家が軍を指揮することによる兵士の不安を抑える狙いもあるというふうに見られているということです。ベロウソフ氏は5月13日、承認手続きの一環として、議会の公聴会に出席して発言したということです。 ベロウソフ氏は休暇で戻ってきた特別軍事作戦の参加者がただでさえ混雑している病院に追いやれるのは困ったことだ問題を解決する必要があるということでロシア兵の待遇改善に努める考えを示したということですで経済の専門家で軍の経験がないベロウソフ氏としてはですね兵士の士気低下や不安を抑える狙いもあると見られているということですまたの経済分野の閣僚経験者であるベロウソフ氏の死を起用したのは 経済と軍事の連携を図り効率的な戦い方を目指そうとしているのではないかという見方も出ていると。でウクライナのポドリャク大統領府顧問は異例の今回の国防大臣人事について SNS で終わりのない戦争のために国力を注ぐ軍事共産主義に国家を移行させているとなどと警戒を示しているまああの戦時経済体制を強化するということはこれはある程度わかりますね、まあ 実際経済は、あの、軍事関係でロシアは非常に活性化しているわけですから、これをよりね、あの、軍事と経済の車の両輪をより一体化させて、経済も良くし、そして、あの、軍事的にも強力な体制を作るという人事であろうとは予想されますね。そして先ほど出た話、パトルシェフ氏については、ロシア大統領府は5月14日、プーチン氏の側近であるニコライ・パトルシェフ氏を 大統領補佐官に任命ししたと発表していますパトルシェフ氏は2008年から安全保障関連の最高政策に立案機関である安全保障会議の初期を務めていましたプーチン氏の閣僚人事で国防大臣だったショイグ氏が安全保障会議の初期に任命されましてパトルシェフ氏の今後の役職は関心を集めていたんですが、まあ、パトルシェフ氏は補佐官にショイグ氏は安全保障初期へとこう上がってですね そして実務の方はこの新しいベロウソ氏がつくという体制になったということでまあ戦時体制を強化するといってもまあいつまでたっても西側がですねあの,このね戦争をやめないとアメリカもこのね予算を成立させたというふうになりますとこれはやっぱり総力戦体制にどんどんどんなっていくということだろうと思います。であの西側と違ってロシアの場合はこれも指摘されていることですが。 えー、この何と言っても国家国家あ、えー、主導のですね経済体制なもんですから民間企業に軍事生産をやってもらうというよりも国家主導できできるもんですからまああのこういう人事でその体制を強めているということではないかと思いますね、えー、そしてですね今度はプーチン大統領が中国を公式訪問へというニュースがあります、えー、これはですねどうも五月十六十七日 収録しているのは本日5月15日ですので、えー、これ、ご覧になっている頃には、もうあのプーチン大統領、中国に行っているかもしれませんが、えー、プーチン大統領は北京で習近平主席と会談するほかです、ね、東方のモスクワとも呼ばれると北東部の中心都市であります国交渉、黒竜江省のハルビンを訪れるということだそうです。中国外務省のの報道官は5月14日の記者会見で 両首脳は両国の国交樹立から75年となるのを踏まえまして各分野の協力などについて意見を交わすと、まあ、最近中国とロシアが本当にねこのウクライナ戦争の結果蜜月関係になってますからね、えー、またロシア大統領府もこう言ってましてロシアと中国の実質的な協力のさらなる発展に向けた重要な分野を定め最も差し迫った国際社会や地域の課題について意見を交わすと。 えー、プーチン大統領にとっては5月7日に通算で5期目の任期に,に入ってから初めてとなる外国訪問だそうですえ中国との結束を強化してです、ね、ウクライナ情勢などをめぐって対立が深まる欧米側に対抗する姿勢を改めて示すと中国とはぎゃっちりやってるんだそうことです、ね、で中国としてもロシアとの関係強化を誇示することで,です、ね、アメリカを牽制する狙いがあるんだろうと。まあ、ウクライナ情勢をめぐってはは中国は ロシアとウクライナの仲介役をを担う考えを示しているんですねあのこれ国際平和を中国が主導するということになりますとその後また中国の影響力強くなっちゃうんでですね、まあ、あのこれ早く日本が停戦ので停止を他の国に帰戦を制して言うべきだと上山さんもこの間このチャンネル言ってましたけどねでアメリカは中国はロシアの軍需産業を支援しているなどと懸念,懸念を示しています、えー、首脳会談でどのような意見が交わされるのかが注目され,てる,されるということです。 えー、そしてこの訪中についてはです、ね、さらに、えー、こんなニュースがありまして、まあ、習近平氏はロシアのウクライナ侵略の侵攻の早期停戦を求めると見られていると、うん、やっぱりそうなんですかね、でさらに中国,中国とロシアの経済協力も話し合うということで、でいずれにしても国賓待遇で習近平氏がプーチン氏を招待します。 訪中はあ、まあ、あの昨年10月以来なんですが中国としてはロシア産の石油やガスの輸入を増やしてきましたでアメリカとヨーロッパは中国はロシアに軍事転用可能な部品の輸出を止めるよう要求していまして、えー、でこの状況が変わらない限り対中国制裁を強める姿勢を見せています、えー、ですからこの今回の会談で習近平氏が対,対ロシア支援にどう言及するか。 これが焦点になります。果たしてもう支援しないというのか。いや、支援しないと思ってで言いながらも水面下でやることを約束してくるのかよくわかりませんが。どうせ支援しないとアメリカに見せても水面下でいろんなことをやるんじゃないかなと思いますけどね。えー、ということで、さらに次のニュースいきます。えー、今度はロシア制裁ということで、えー、ロシアの資産凍結されてますが、この資産凍結、 凍結された資産を活用するということで、e、eu 加盟国が大筋で合意に達したというニュースです。これ前々から出ている話なんですが、大筋合意に達したと。eu 加盟国は5月8日の大至急会合で経済制裁の一環で凍結されたロシア中央銀行のロシア中央銀行の資産から得られる利息収入について、ウクライナへの軍事及び経済復興に活用することで大筋合意しました。 EU によりますと利息収入は年間30億ユーロで約5,000億円に上るそうです。まあ、かなり巨額でですすねね利息収入だけです、ね、ただこれあんまりやっちゃいますと、えー、グローバルサウスの国々なんかですねいやもしかしてアメリカに何かの理由政治的な理由で資産凍結されてしまう恐れがあるとなると米ドル基軸通貨体制に揺らいじゃうんですねドルに対する信任が揺らいでしまいますので本当にこれやっていいのかっていう根本問題があるような気がします。 えー、なんかあのーえー、まあ確かにねロシアを制裁したいという気持ちは分かるんですが目,目前の制裁の結果中長期的なスキーム仕組みといいますか、えー、西側のですね極めて大事な通貨の仕組みというものまで揺らがせるということはちょっとあの、えー、バランス上どうなのかなという感じはいたしますですね。 えー、そして EU の動きでさらにもう一つありまして向こう数年間にわたって一段の兵器の供与や軍事訓練などの支援を保障する文書の草案を EU は作成したというニュースですでロシアによるウクライナ侵攻の終結が視野に入らないとでウクライナの EU や NATO 加盟も当面見込めないという中で中長期的な支援を提供する後半の取り組みをしようということの一環でしてこの文書は 兵器の供与、兵士の訓練、防衛産業の協力、地雷の除去、除去の支援など9項目を挙げているということです。えー、そして、えー、ウクライナがヨーロッパへの道を進む限り、えー、これは有効であると,と,いうことし,てしているそうです。10年後に内容は見直すということです。と、まあ、とにかく側としては えー、このウクライナを取り込みたい。だからプーチンはですね、ウクライナに侵攻したんですが、そして EU としてはウクライナを支援するんですが、ただ、あのー、ウクライナの中にも親欧州派というのは EU に入りたいと言ってる。でも EU の中でこれね、賛否両論があると聞いてますので、でもただとにかく今は支援するということで、ウクライナのサポートを中長期的にコミットしたという形になってなりましたですね。えー <laughs> ただそしてですねこ、まあ、以上がウクライナ関係なんですけれどもここでちょっと議論しなきゃいけないのはいつまで戦争が続くのかロシアも長期戦に備えたというそこで人事体制を変えたという話がさっきありましたけれども、えー、ただこれ停戦ということをどんな状況下であっても一刻も早くやるべきであるというのはですねこれは重要な議論でしてこの間あの、上山さんが当チャンネルでも、えーこのね、発信してましたが。 えこの今あ,のあれなんですねエスカレートがする可能性があるとでこうやってあのアメリカはついにねあの予算が通って支援が本格化また再開するとえそしてヨーロッパではマクロン大統領がウクライナに軍隊出してもいいなという派で,でそういう中で私が心配しているのはえ戦術核をプーチンが本気で使用する可能性があるということなんですねでも既に戦術核というものは安全保障で重要なまあまあ核というものそのものがですね であの通常兵,器兵力よりもアメリカは通常兵力では莫大な予算世界一の莫大な予算で通常兵力で圧倒的に他の国を上回っているとされているんですが核戦力となりますと通常兵器よりもはるかに安いコストで高い効果を上げてしまえるとそしてそっちの方は中国や北朝鮮がどんどん、まあ、今回の状況を見てプーチンが戦術核を使うかもしれないとなってです、ね、さらにです、ね、核ミサイルの配備が、はい、進んでいると世界が一層不安定化しているわけですね。 でそれよりは今ここで手を打ってでまだねあの東部四州どうするか少し継続協議にしてとにかく停戦をするということを一旦収めるということがですねやっぱり必要なんじゃないかとでもそれで結果として東部四州が領土が、まあ、ロシアに行ってしまうということになると力による武力あの現状変更はけしからんという話になるんですがこれは後で出てきますけれどもこれ中国の台湾侵攻との関係でよく言われてるんですが中国は そんなこと関係なく台湾に侵攻する時はしますのでえむしろ戦争が長引くと今圧倒的にロシアの方が軍事的に優勢であるとなりますと下手をするとキエフまでロシア来ちゃうかもしれないとえでそうなったらウクライナがロシアのものになってしまったらそれこそもうロシアを皆さん脅威と言っている脅威はもっと高まってしまうわけですからあくまでウクライナは干渉地帯として NATO に入らずえそしてロシアと この nato が接しないようにしておくというのが、将来の安定につながるんであれば、現状で停戦することが世界平和にもつながるんだという考え方もですね。これ真面目に考えればいいと思いますえ。とにかくテレビなんか見てますとですね。ウクライナを応援する。そしてウクライナの支援をする。そしてウクライナにロシアを追い出してもらうということだけがですねえ。これがだけが正義である。これだけが解決であるというかの言論しか出てませんし、またそういう言論を言う人しかテレビに出さないんだと思うんですけれども。 もっと根本に遡って考えると我ら目指しているのは国際平和なんでですね国際平和のためには何がいいかというこれを戦略的組み立てで持ってですね物事を見る必要があるような気がしますこれはあのプーチン支援でもロシア用語でも何でもありませんので次にイスラエルパリスな中東情勢に行きたいと思いますイスラエル軍のハガリ報道官5月11日ガザ地区南部のラファで ここれまででにハマスのの戦闘員数十人をを殺害ししし大量の武器を押収したととと発表しているといるうことですラファにはガザ地区の各地を追われた100万人以上の住民が身を寄せていましたがこのハガリ報道官は作戦は人口密集地域を避けた限定的なものだとした上えで住民にはですね海沿いの地域に設けた人道エリアだとする場所に事前に一時的な避難退避を求めたと強調しているということです。またイスラエル軍は 制圧したとしていたガザ地区北部のシャバリアというところでハマスが再集結する動きがあると主張していて攻撃を行っていることを5月11日に明らかにしているとおよそ15万人いたと見られる住民にはですね南に位置するガザ市に退避するよう通告したとただ中東のアルジャジーラテレビ局ですねここのジャバリアでは激しい空爆が行われて住宅などが破壊されたと報じているそうです これまでの死者の数がもうすでに3万5034人に上ったとガザの保健,保健当局は5月12日に発表しています犠牲者はさらに増えることが懸念されていますパレスチナの地元メディアはイスラエル軍が5月13日に南部のラファを空爆したと伝えました一方イスラエル側はガザ地区への支援ルートを増やすため このガザ地区の北部に新たな検問所を設けたと発表しています深刻な人道状況が続くガザ地区への支援の拡大につながるかが焦点だということですでこのラファを空爆したという話については多くの住民が怪我をしたという報道もありますでイスラエル軍は5月12日アメリカ政府と連携してガザ地区の北部に西エレズと呼ばれる新たな検問所を設けたと発表しています 検問所と見られる場所をトラックが次々と通り抜ける映像を公開したと、そして検問所の開設についてイスラエル軍はこう説明しています、ガザ地区への支援ルートを増やすための努力の一環だと、でトラック数十台分の小麦粉が搬入される予定だとしているということです。えー、さて、林官房長官日本のです、ね、はです、ね、現地の危機的な人道状況がさらに深刻さを増していることを深く憂慮している。 我が国としては、ラファーへの全面的な軍事作戦には反対であり、即時の停戦を求めるとともに、それが持続可能な停戦につながることを強く期待すると。その上で、イスラエル側にもラファーの状況に、の懸念に言及しつつ行動を求めてきている。引き続きあらゆる外交努力を粘り強く積極的に行っていくと述べたということです。まあ、このイスラエル・パレスチナについては日本は停戦と言ってるわけですね。だったら、ウクライナについても停戦と、ね、言うべきじゃないかなと思いますけどね。 そしてイスラエル軍はガザ地区へこのラファへの攻撃を続けていまして地元メディアは5月13日も死者が出ていると伝えていますラファからはこれまでに36万人が避難を余儀なくされたと見られています同盟関係にあるアメリカからも今後の地上作戦に対する懸念が強まっているとこうした中でラファでの軍事作戦をめぐって5月12日 アメリカとイスラエルの高官が相次いで電話会談をしています。でこのうちブリンケン国務,国務長官はイス,イスラエルのガラント国防大臣との電話会談の中で大規模な地上作戦に反対することを伝えています。民間人の保護や人道支援を拡大する必要性を強調しているまたサリバン大統領補佐官もハネグビ国家あイスラエルのハネグビ国家安全保障顧問との電話会談で大規模な地上作戦の大体案 大規模なな地上作戦ををや,やらないいわりの大対案を協議したととうことですどんな内容かちょっと分かりませんけどもで同盟関係にあるアメリカからも懸念が今強まっている中でイスラエル軍がラファでの地上作戦を拡大するかどうかが焦点となっているという状況ですえそしてエジプトガザ地区と境界を接している国です5月13日シュクリ外務大臣が アメリカのブリンケン国務長官と電話会談をしまして深刻な安全保障上のリスクで地域の安定に対する脅威だとして懸念を伝えていますまたエジプトは5月12日にはイスラエルの軍事作戦の停止などを求める南アフリカによる国際司法裁判所への提訴が行われているんですがこれを公式に支持する考えも明らかにしていますこの中でエジプトはですねイスラエルに対して占領者としての義務を遵守し ガザ地区のパレスチナ人に支援物資が届くようにするとともに、いかなる人権違反もしないように求めたとしているということです。エジプトは1979年にアラブ国家として初めてイスラエルと平和条約を結んだ国なんですねで。今回もハマスとの交渉を仲介していますが、交渉が進展していないということで、イスラエルがラファへの攻撃を拡大させていることにイラ立ちを募らせていると見られています。 イスラエルメディアも自国の安全保障によって重要な存在となってきたエジプトのこうした動きを大きく伝えていますエジプトまで心,心配しちゃってるということですねそして、えー、アメリカ、えー、ガザのガザのについてこれ大量虐殺すと見なさないという見出しの報道がありましてアメリカのサリバン大統領補佐官は5月13日 えー、イスラエルとハマスとの戦闘によるパレスチナ人の犠牲についてアメリカ政権はジェノサイド大量虐殺と見なしていないと述べたということですやっぱりどこかですねイスラエル擁護というのはこう、ね、きちんと確保しておきたいということなんですかねでアメリカはハマスの敗北を望んでいるとしています、えー、そうしながらもラファではイスラエルが大規模な軍事作戦を行うことは誤りだと 全体としてはですね、イスラエルのやっていることは OK だと。しかし、部分的に大規模な軍事作戦は嫌だと。なんか分かりにくいんですけどね。で、同時に我々はガザで起きていることを大量雑虐殺とはみなしていないと。そのような主張を断固として否定してきたと語ったということです。アメリカのサリバン大統領の佐官ですね。で、その上で、ハマスが人質を解放すれば、戦闘休止が実現する可能性があると。これやっぱりイスラエルの言うように人質解放したらいいんだよと。 やっぱりりイスラエルよですねで世界はハマスに合意を受け入れるよう呼びかけなければならないでハマス側に要求しているという形になってますねアメリカやっぱり、えー、またバイデン大統領はネタニヤフ首相の対応に影響を及ぼそうとしているがイスラエルは自ら決定を下す主権国家なんだとここはあの逃げているわけですねアメリカの言うことを聞くわけじゃないと,、えー、と指摘したということです ネタニアフ首相はアメリカではなくイスラエル国民に対し責任を負っていると語ったということです、うん、だから人道的な配慮からねパレスチナこれ以上ねこの大変なことをやってくれるなという声にも応えながらもでも基本的路線としてはイスラエルをバックアップしているということのように思いますね、えー、罪のない人民間人の生活の安全をより確かなものにするためイスラエルはにはもっとできることがあるやるべきだと。 サリバン大統領とということですやっぱりそこはきちっと言っとかないとということでしょうね、えー、そしてガザ地区では国連の車両に攻撃が行われて1人が死亡したということがちょっと話題になっています5月13日国連の車両が攻撃され国連のスタッフ1人が死亡したと誰による攻撃かは明らかになっていませんがグテーレス国連事務総長は強く非難し全面的な調査を求めました 国連は5月13日朝国連の車両がガザ地区南部のラファの病院に移動する際に攻撃を受けて乗っていた国連のスタッフの1人が死亡したと別のスタッフ1人が怪我をしたと明らかにしていますでパレスチナ人ではなく国際,スタ国際スタッフだということだそうです去年10月に決戦闘が始まって以降ガザ地区で国連の国際スタッフが犠牲になったのは初めてだということです まあ、あのこれまでにガザ地区で死亡した国連のスタッフはおよそ190人だそうです、えーで。昨年10月以降の国際スタッフは初めてだという,、うん、ということですね、えー。国連のグテーレス事務総長は声明を出しまして、 ガザでの紛争が民間人だけではなく人道支援スタッフにも大きな犠牲をもたらして続けていると非難して全面的な調査を求めたということで人道目的の即時停戦とすべての人質の解放を改めて呼びかけていますえそしてですねえイスラエルの独立記念日というのがこれ5月14日だったんですねでこの独立記念日を前にした5月13日にネタニヤフ首相は 我々の独立戦争は続いていいてるとと演説したということです、えー、この記念日を前にエルサレムでは市民が2分間のサイレンに合わせ建国以来の戦没者や昨年10月のハマスによる大規模な奇襲攻撃などの犠牲者を追悼したということです市内で,開市内で開かれた追悼式典でネタニヤフ首相はこう言っていますイスラエルの存続や自由かそれともハマスによる破壊や虐殺か どちらか我々の独立戦争は今も続いていると演説したということです。ハマスを,ハマスをとにかく解明させて、人質全員を取り戻すことを改めて強調したということです。一方、一連の式典では、聴衆からヤジが飛ぶ場面もあったということで、まあ、人質解放の見通しが立たないことで、国民の不満も高まっているというふうに報道されています。でこれからこれ、一体どうなるのかという話なんですが、こんな報道があります。<laughs> イスラエルがラファへの本格的な侵攻策定の準備を進めていると後ろ盾であるはずのバイ,デンバイデン政権は武器供与の停止をちらつかせて侵攻阻止圧力を強めているとでイスラエルのネタニヤフ氏首相の選択肢は徐々に狭まっているとでその中でネタニヤフ氏が今後取り入れるシナリオとして一つ考えられるのは まあこれ実際どうなるか分かんないんですが人質の解放を求めてハマスとの休戦協議に復帰し当面は侵攻しないという支援のようであるとまあ人質家族らの焦り焦りは切実であるとえそして国際社会でイスラエルの政策を変える現実的な力を持つのはアメリカだけですバイデン政権はイスラエルへの弾薬供給の一時停止で圧力をかけたりしていますかつてアメリカのレーガン元大統領は1980年代に レバノンに侵攻したイスラエルへのクラスター爆弾の供給を停止し、えー、情勢に大きな影響を及ぼしたことがありますバイデン政権には EU と連携するなどしてさらに締め付けを強める余地がまだあるという話もありますネタニヤフ氏には国内の一部世論を敵に回し対米関係を危険にさらしてでもラファ本格侵攻を強行する実は動機があるんですね でこの動機との関係なんですねって同機とは何かというとまずネタニヤフさんは汚職疑惑を向けられていてハマスの昨年の10月の襲撃を許した責任も負っているということで総選挙をやりますと退陣を強いられるのが濃厚であるということで、まあ、首相の地位にとどまっているのは国家が非常事態にあるからに他ならないということがあります連立内閣内でもです、ね、ネタニヤフ氏が頼みとする極右勢力ユダヤ教超政党派からの圧力を増しているという状況です でこんな中でですねまあ休戦だそして、えー、この全て終わりだとハマスの壊滅はやめるというようなちょっと多分これ現実的ではないシナリオでしょうねじゃあもう一つは何かというとより可能性が高いのはイスラエル軍がラファにおける軍事作戦をなし崩し的に広げていくシナリオだというふうにこの記事書いてますが私もそっちの方のような気がしますねでイスラエルはすでにラファ東部だけでなく中心部ラファの中心部にも 退避ををするビラを散布し始めていると住民は早く退避しなさいと音楽侵攻でしょうねこれねで人道基金も深刻になる恐れがあるというのがこれが現実だと思いますこれはもうあのイスラエルの今置かれてる状況ネタニヤフ政権の置かれてる状況の下でアメリカがたとえ支援をしなくてもイスラエルは相当な軍事力を持ってる国ですからね、まあ、どこまで強行をやるかという強行策をやるかということですね。 これは本当に予想がつかないアメリカも抑えるに抑えきれないところがあるという現実があるような感じがしますね。えー、そしてこの以上ウクライナとハマスイスラエルの戦争の状況について見てきましたが世界の軍事情勢ということから見るとやはりこちらのヨーロッパあるいは中東での戦争の情勢は東アジアの安全保障にも極めて密接な関連を持ってくると思いますので。 ここでちょっと目をそちらの方に転じてニュースをご紹介したいと思います。中国の脅威からアジアを守るバリカタン2024というこういう演習がありましてこれで成果を上げた連合国という見出しの記事があります。えー、あの4月22日にアメリカとフィリピンの合同軍事演習バリカタン2024が始まりましてこれは約3週間にわたって実戦的かつ挑戦的な訓練が行われて5月10日をもって終了したそうです。 でこのバリカタン2024 2はです、ね、アメリカとフィリピンに加えてオーストラリア軍とフランス軍が初めて正式参加したそうですさらに日本をはじめ韓国インドニュージーランドカナダイギリスドイツマレーシアブルネイインドネシアベトナムタイシンガポールの13カ国がオブザーバー参加しています南シナ海の事態をめぐって合計17の同志国が多国間パートナーシップを強化した最大規模の演習となりました でこの演習はフィリピンの包括的列島沿岸防衛構想と称する新戦略に基づいて行われたものです。えー、この構想は何かといいますとフィリピンの防衛体制の範囲をですね南シナ海の島々を含む排他的経済水域 EEZ そしてルソン海峡などの最外園領域に拡大することを目的としているということです。でこれをもって 日本から台湾フィリピンそしてボルネオ島へと続く第一列島線の防衛が一応連結される形となります、えー、対中国包囲網が強化されるということがこの本この演習の最大の狙いであり成果であるというふうに言われていますね、えー、確か私が次世代の党の衆議院議員だった時にまず台湾に行きまして次にフィリピンに行った記憶がありますまさにこの第一列島線海洋同盟で まあ中国の脅威というものを連携して阻止していこうというこの要求この要請は台湾でもフィリピンでも国会議員の間に極めて強いものがあったということで彼らの危機感というのは日本以上でしたね特にフィリピンなんかはすごく国会議員が危機感を持ってました日本に対する大きな期待を感じて帰国した記憶がありますえで今回の演習で注目すべき2つの訓練というのが あのこの記事の中に紹介されてまして一つが台湾有事を想定したルソン海峡正面防衛訓練といううものだそうですねえでこれはの中国と台湾両岸関係の緊張の高まりを受けたまあ中国と台湾の緊張関係の高まりを受けた緊張の高まりを受けた訓練であるとで台湾有事にはアメリカとフィリピンの両軍が共同してえルソン島の北部を防衛するとともに ルソン海峡ひいてはバシー海峡を封鎖する訓練の一環と見られるということです台湾とフィリピンの間の間隙撃を防ぎまして防衛を連結して中国海空軍の太平洋への進出を阻止する上で極めて重要な戦略的目的の訓練であったと見ることができるとでバリカタン2024のクライマックスとなったのが フィリピン海軍などが5月7日の朝に海上攻撃訓練として南シナ海で目標船舶を対艦巡航ミサイル等で撃沈した実射訓練だそうです。えー、これはあの、ミサワ、日本のミサワ米空軍基地を拠点とする第13戦闘航空隊の F16 戦闘機というものが精密誘導爆弾を投下したということです。この演習ですね。 で南シナ海で初めて対艦ミサイル等による実射訓練が行われたそうです。えー、そしてこの記事はあの、日台フィリピン、日本、台湾、フィリピンの統合、当初防衛構想を推進せよというふうに言ってまして、この第一列島線のどこかの一部でも中国軍によって突破されて占領支配されるようなことがありますと、日本だけでなくアメリカにとっても死活的ダメージを被ることになります。でその意味で、フィリピンの戦略的価値はますます重要性を増していると。 でこれを踏まえて4月12日にワシントンで日本アメリカフィリピンの首脳会談が開催されましたこれは以前に取り上げたことがありますで3カ国で安全保障防衛協力を強化する方向で合意,合意がなされました日本アメリカフィリピンでですねで、えー、そしてこのバリカタン演習ですが来年の演習にはですね自衛隊日本の自衛隊が本格参加すると伝えられているそうです このように日本はフィリピンの安全保障・防衛の強化に協力すると、ともにです、ね、アメリカ、日本、フィリピン3カ国での戦略的トライアングルの推進に向けて、連携を強めるということになっています。その重要性は取りも直さず、日本とアメリカと台湾の関係にも当てはめることだと、日本、アメリカ、フィリピンと同様の取り組みを通じて、日本、アメリカ、台湾3カ国の安全保障・防衛面での連携メカニズムを構築することも喫緊かつ不可欠の課題であると。 でそれはアメリカとの同盟協力関係を通じて日本台湾フィリピン3カ国の防衛を連結すると日本台湾フィリピンの3カ国の防衛を連結するということで切れ目のない強靭な統合当初防衛構想先ほど出てきた統合当初防衛構想というのはこのことなんですねこれを推進する上で必須であるということで、まあ、日本の安全保障を大きくこの我々はもう10年前ですけどねあの台湾フィリピンを訪れた時の この流れがようやくこのね、身を結ぶところまで来ようとしているなという感じがいたします。そして、フィリピンの沿岸警備隊、別のニュースになりますが、関連してフィリピンの沿岸警備隊のタ,ラタリエラ報道官は5月13日に記者会見し、南シナ海の自国の排他的経済水域 EEZ にあるサビナ省というところにですね、中国船が集まって、 破砕された産後を投棄して、小規模な埋め立てを行ったと非難したというニュースがあります。えー、巡視船を長期駐留させて監視し、断固を阻止すると強調しました。えー、中国による軍,、えー、軍事基地化を懸念しているとも述べたところです、えー。中国外務省の方はですね、根拠のないでっち上げだといつものように主張していまして、無責任な言論をやめるよう求めたということなんですが、俺、いつものことなので、えー、ということで、中国のこの、えー、この南シナ海が、 東北海の進出というのは、もう着々と行われているので、これ、相当連携して対応しなきゃいけない。そんな中で、これ、アメリカとの連携も強めなければいけない中で、やっぱり歴史認識の阻害がいまだにあるということが、日米間の不信を増大させる要素になりかねないかと思わせたニュースがですね、原爆投下を正当化した話ですね、アメリカの連邦議会でですね。 日本政府はアメリカ国内で第二次世界大戦の広島長崎への原爆投下を正当化する発言が相次いだことに懸念を強めていますアメリカでは原爆投下に肯定的な意見も多いんですが日本は核兵器使用を容認しない立場であるとアメリカ側に申し入れを行っているが発言は止まっていないということで日本政府は対応に苦慮していますアメリカ共和党の重鎮のグラム上院議員は5月8日の上院歳出委員会の小委員会で 原爆投下を正当化する発言をしました、えー、このグラム上院議員は有力議員の一人でしてトランプ前大統領にも近い議員です、えー、この発言はパレスナ情勢でイスラエル支援を訴える中でのものだったんですが、えー、日本政府は申し入れを行,行いましたにもかかわらずグラム氏は5月十二日のテレビ番組でも原爆投下について正しい決断と唱えまして 戦争終結にこれは寄与したんだ第二次大戦の終結に寄与したんだという認識を示していますまたあのオースティン国防長官も5月8日のアメリカ議会でグラム氏の質問に答える形で広島長崎への原爆投下は第二次大戦を終わらせるために必要だったとの見解を示していますえ林官房長官は5月13日の記者会見で極めて残念に思うと表明しています えー、ただですねあの、外務省幹部が言うには、この申し入れをしたんですけれども、日本政府の考えを伝えるだけだった、だけだと述べて、限界があると認めています、日米関係は、あのこの間4月に岸田総理が国賓待遇で訪米しまして、えー、首脳間の結束をアピールしたばかりなんですが、これに水を差しかねないと、バイデン大統領が5月1日にはですね、日本を中国やロシアと並べて外国人嫌いの国だと発言したことは、この、 ニュース解説でもご紹介しましまた、えー、日本政府はバイデン氏の,この発言にも抗議していまして日米間の間でちょっと火種が起こっているという話がありますあの私もあのいろいろとお世話になっている松原仁衆議院議員が先般上川陽子外務大臣にこのアメリカでの,この原爆投下を正当化した議論が連邦議会で行われていることについて厳しく質問していましたね。日本はちゃんとと抗議をしたのかと で答えはですね、抗議をしたのかしないのかよく分かんない答弁を繰り返しておられました。ただこれは有意識事態であると認識をしていると、アメリカ側とも話をしたというんで、じゃあ抗議をしたということなんですねと言って、えー、その場はまあね、えー、ここを収めておられましたが、あ松原議員もですね、えー、これあの歴史認識の根本に関わる問題だと思います。でまたのバイデン大統領がこういった日本人が外国人嫌いなんだというですね、そ要するにアメリカはたくさんの これは外国人を入れて入れて大変なことになっているアメリカ国内が、それを正当化するかのような、そういう立場で発言していることに対しても、これもあの問題発言なんですけれども、やっぱりこういう発言がアメリカから出ているっていうのは日本がこの下に見られているというか、これだけですね、岸田さんがこの、なんて言いますね、グローバルパートナーだとか、共に歩んでいくとかですね、そんなことをいくら言ったところでリップサブしたところでアメリカから見れば、あ、それは立派だねと言って拍手はするけれども、まあ、所詮、まあ、日本だと。 いううことなんでしょうかね、まあ、非常に残念なことですけれどもですね、えー、で日本人に対してはですね広島長崎でこれジェノサイドもをしても OK だと言うんでしょうかね、えー、この,あの歴史認識をきちんと正さない限りグローバルパートナーなんてありえないと思うんですねでこの日本の原爆広島長崎の原爆投下を正当化するようなアメリカに対して我々グローバルパートナーと言うんだったらこれ本当のグローバルパートナーと言えるのかと。 いうことにななってししままうようよ気がい,いたします、えー、このところはですね、えー、このアメリカ国内でもおそらく、えー、年齢層上の人たちは第二次世界大戦でアメリカがこういった大量虐殺をしたことを、まあ、戦争犯罪とされないためには、えー、正当化する必要があってこれは日本がですね侵略戦争をしてそれを止めるために必要だったというふうに認識していると。 いうことのようでこれは別にこの議員だけじゃなくてアメリカ人の多くがそう認識しているという事実,実態があるようなんですねしかしそれに対して若い世代がそうでもないとこれはあの人道に反する虐殺であることには間違いないと言ってこの先入観にとらわれない新しい世代がアメリカでも台頭してますのでこの際日本はですねこの歴史認識についてもう一回見直しをしようじゃないかと、えー、もうとにかく向こうの人を殺害してはならないというその基本に立ち返ってですね 歴史認識を再認識して、その上で,ですね建設的な、本当の意味での建設的な日米同盟関係というのはできるんじゃないかなというふうに思います。何せウクライナ戦争はまだちょっと終わる見込みがない、そしてイスラエルが強硬路線で、この中東の情勢もまだまだ拡大する可能性がある、その中で,ですねアメリカはどちらかというと、そちらの方にエネルギーを取られる、その中でえ中国が何をするか分かんないという、これ全部連動している中で、 今、一番大事なのは、ですねやはりあの日米関係は今の現状では本当は日本は自主防衛力をもっともっと育てなければいけないんですが力をつけなきゃいけないんですが現状ではそうでない限り今のところは日米同盟で日本を守るしかないとすればですねやはりその根本にある信頼関係を保つきちっとするためにはですね歴史認識問題については一度きちっとですねこの議論をして共通認識に到達するような努力を もっとすべきではないかなという感じはいたします以上ですどうもありがとうございました